みなさんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。SixTONES の 13th シングル「ボングここに帰ってきて」が7月10日にリリースされた。すでに YouTube で公開されている「ボングのメガボルト」は900万回再生を突破。「ここに帰ってきて」は1000万回再生を突破。7月12日現在と勢いを見せる。写真、白の衣装が似合うストーンズ ボングは田中逸樹が出演したドラマ「悪魔ゲーム悪魔ゲーム」日本テレビ系の挿入歌で「ここに帰ってきて」は京本大我が主演を務めた映画「言えない秘密」の主題歌として起用されたこの両 A 面シングルを携えさまざまな音楽番組でパフォーマンスを披露している「ボングと「ここに帰ってきて」のテレビ初披露は6月1日放送 music 2時間 sp 日本テレビ系。今年で結成10周年イヤーを迎えるストーンズが登場。と紹介されたように、ボングでは堂々たるパフォーマンスで魅了してくれた。解釈の一致、とも言うべき揃いの革ジャケットをそれぞれのメンバーらしく着こなす6人が登場。拳を掲げるオーディエンスを前に、ライブハウスさながらの熱気に満ちたステージを届けた。一方 ここに帰ってきてでは白のアントーンコーデで登場ボングでのロックでダークな雰囲気を変え寂しきなピアノの旋律が響く中溢れ出る感情をシルキーな歌声に乗せて歌い上げた6月26日には「週刊ナイナイミュージック」フジテレビ系に出演トークのパートではストーンズの揉め事を一刀両断と題しつつ平和なエピソードで 笑いあったりツッコミを入れたりとメンバー全員参加のトークで楽しませた。この日はデニム素材のリンクコーデで登場し、2曲を披露した。カメラワークや曲調も相まってハードにもソフトにも見えるステージを届けた。ストーンズ、毎回異なる衣装にも集まる注目。7月6日放送の「THEMUSICDAY2024 日本テレビ系」では、 会場の中央にに設置されれたたオーーディエンンスス囲まれたセンターステージでパフォーマンスパンクやロックを掛け合わせたモードなスタイルで登場した6人〉〈京本は髪をゆわえ前髪には細いドレッドのような細い三つ編みにサングラスというパンクなスタイル〉〈森本慎太郎も艶のある柔らかいスタイルの部屋に大人の色気が漂い〉 激しく頭を揺らす松村北斗のラフなヘアとかっちりとしたジャケットとの対比もまた色気を増していた激しい照明が飛び交う中でひときわ熱い歌唱とくるくる変わるフォーメーションのパフォーマンスに目が釘付けになった人も多いはず7月8日放送の CDTV ライブライブ TBSK では「ゴング」と「ここに帰ってきて」のフルサイズをテレビ初披露 ボングでは赤い照明に照らされる6人が映し出されるとジェシーが担当する A メロの歌い出し直前の絶妙なタイミングで炎が上がりそれが戦いの始まりを知らせるボングのようであったこの日は T シャツやスニーカーなどのカジュアルなアイテムで田中はキャップをかぶるなどストリートカジュアルな雰囲気ここに帰ってきてではラブバラードらしく純粋な胸の内を表すかのような 白のカジュアルコーデで、コーチユーボはシンプルなホワイトコーデにさりげないネックレスがアクセントになっていた。WithMusic のパフォーマンス前には、田中とジェ,ジェシーは、ライブが好きと話し、その瞬間に生まれるものってありますし、すべてを注いでる情熱の部分が刺さりましてと、同じ時間は帰ってこない、ライブ特有の魅力を語った。 前述の音楽番組でのパフォーマンスもその通りで、同じ楽曲ではあるものの、生歌唱や収録当日のコンディションによるボーカルのわずかな揺れをはじめ、ヘアスタイルに衣装など、画面を通して伝わってくるライブさながらの臨場感と熱気が魅力だ。激しいロックと透明感のあるラブバラードというコントラストの強い楽曲、その2曲ともで存在感を表せるのはストーンズならでは。音源だけでも聴き応えはあるが、 やはり彼らの楽曲はステージの旅に絶妙に異なるパフォーマンス向きには語れない現在発売中の「ボングここに帰ってきて」初回版 AB には「メドレーフロム、v v s 京セラドーム大阪」として今年行われたドーム公演の一部をピックアップした映像が付属する歌唱だけに止まらない豪華なセットを背に全身で表現する彼らのパフォーマンスの熱気をぜひ体感してほしい どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。